本日もご視聴ありがとうございます。なんと水玉研究所のチャンネル登録者数が1000人超えました。ありがとうございます。ナマステ。最近チャンネル登録をされた方も多いと思うので、今日は水玉研究所の箕浦議事堂の解離性同一性障害の病態について解説したいと思います。まず解離性同一性障害にもいろんな病態があります。主人格がこういて、で交代人格がポコポコ、こう主人格の采配の中で存在しているっていうパターンが結構多いんですけど、うちの場合には主人格っていうのが存在しません。いろんな子がバラバラと生活をしている感じになっていまして、解離性同一性障害っていうのはそもそも解離性障害からこう人格が分かれている状態を別に引き上げたような形の障害なんですけど、いわゆる解離性障害っていうのは自分と現実のこの二重になってしまうっていう解離なんですけど、この解離性同一性障害でいうところの解離っていうのは人格と人格の解離なんですよね。でその解離っていうのを人格解離っていう言い方を、その早稲田の某先生が自分で作られた、人格解離っていう言い方にはなるんですけど、まあ、基本的に解離にも何パターンか意味が違うものがあるんですけど、それでちょっと混同しやすい部分があるんです。この解離性同一性障害は解離性障害の症状全般を含みまして、このまず内在性解離です。内在性解離っていうのはこう、まあ、主人格さんっていうのがいて、その周りに記憶の塊っていうのが点在してしまう。でこう主人格が考えたこと以外のことをこう思っている存在がいて、それで声が聞こえてきたりとか、こう身体的な症状、精神的な症状に現れてくるようなことがあります。まあ、たまにこうポコッと記憶が抜けてしまったりとかもすることもあるみたいですけど、この時点では特定不能の解離性障害、内在性解離にあたります。で解離性同一性障害っていうのは、まあ、ここを含みの解離性同一性障害であることが多いっていうことが言われてまして、まあ私の場合に行くと、私は実は、まあ、この辺の存在に当たります。だからまあ内側のことが説明ができるっていうことなんですけど、表にいる子たちっていうのはこっちの方の動きってあんまり理解ができない。たまに声が聞こえたりとか、そうこっちの子が怒って浮上してきたりっていうことはあるんですけど、そういうことがない限り表の子たちは表の子たちで回してます。情報の共有、記憶の共有っていうのができてるような子たちっていうのも存在します。ただこっちの子がこう何かに押されてボコって切り替わってしまった場合には、まあ、この子たちの記憶は抜けたまんま他の子が動くということもあります。でこっちの方っていうのはこう点線になっている部分は記憶の塊、感情の塊みたいなもので、こうはっきり人格の形をとって表に出てこないような、症状としてこの息苦しいとかしんどいとか、そういう気持ちになったりとか身体症状になるような、こうぼわっとした存在の子たちもいるし、まあ、はっきりと名前がついていて、この子たちはこういう会議をしているとか、表から来る情報を取ってきてこういう動きをしているっていうこともあるし、こう時を待ってるっていうような、表のことをほとんど感知してないけど、こう何か衝撃が加わった時に、じゃあ例えばベジータっていううちの暴力系の子がいきなり突発してきたりっていうことがあります。表の子たちは基本後ろのことはあんまりよく分かっていません。じゃあ表に出てる今だったら私、ナナシさん、ナナシさんがここ表に出てたら、じゃあなんで私がこの動画を撮れるかっていうと、この内在性部分があるからです。
ここら辺に企画部さんとかがいまして、今日はこの動画を撮ろうっていうのが頭のところにあるので、それでこの動画を今私が撮ってるっていうような状態で、企画部さんは今ここら辺のどこかにいます。うちに特徴的なこうゆるゆると切り替わっていったりとか、話に誰かがツッコミを入れたりとかっていう、ああいう子たちは基本的にこの辺にいます。いるんですけど、まあここにいて外れたりとか、また違う子がこう起きてたりとか、その時その時で安定しません。状態、存在の仕方も安定しないし、記憶も安定しません。この記憶を持ってて自分の記憶だと思っていても、ここにいた子が抜けてしまったがためにその記憶が掘り起こせなくなったりとか、なんとなくあの記憶はここだなって思うとこっちから引っ張り出せたりとか、そうちょっと安定しないっていうのがうちの箕浦議事堂の DID の特徴なんじゃないかなって思います。他の DID でよく見られるのは、まあ、この内在性部分っていうのがあんまりない、表を見れるのは数名だけとかで、他の子は全く関与してないっていうような、記憶の共有が全くできないところが多いんですけど、うちの場合にはここら辺の子たちがいるためにこう表に出た時に、あれはこうだよこれはこうだよっていう記憶が自分のものとして感じられるっていうことがあるので、そういう記憶がバキンって切れてしまう人たちよりは、この情報の共有、記憶の共有っていうのはまだしやすい方ではあります。でこの病態だと、まあ、問題となってくるのが、まあ、記憶の共有ができない部分っていうのは、まあ、それはあるんですけど、他の子から出てくる症状、例えば意味のわからない感情がこうモヤモヤしてるとか、他の子のうつの診断が出てる子がいるんですけど、その子の状態がこう影響してきたりとか、お互いの影響がすごく強いっていうのがこの箕浦タイプの DID の特徴で、そのよくある人格同士のいさかいみたいなのはどちらかというと少ない方で、今のところその逸脱した行動をする子っていうのはだんだん減ってきました。この1年半ぐらい動画のこの活動を通してこうやり取りをしていくことで、まあ、そういうことは減ってきたので、まあ、まとまりにはなってるはなってるんですけど、まだまだ課題は多いんじゃないかなと思ってます。で、解離性同一性障害には結構病態の幅があって、箕浦を見て、あ、これ私と同じだっていう DID の方もいるし、いや、こんな DID の方があるのは知らなかったっていう DID の方もいるし、決してうちが全てではないし、で、なんか一個のケースが全てではないっていうのが DID なので、まあ、うちに限らずいろんな美容体の子を紹介していきたいなと。今回はこの箕浦の病態の解説を見ていただいて、でちょっと理解を深めていただきたいなと思いました。じゃあ今後とも、お付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。